皆さんこんにちは。今日は皆様に非常におすすめできるドライブレコーダーご紹介をいたします。今回ご紹介するのはこちらになります。ポーミドと呼ばれます。今回は12インチのデジタルミラー3カメタイプになります。実は私のチャンネルではこのポーミドの PRD60C というドライブレコーダーをご紹介しているんですが、それが非常に好評でして、多くの方から動画を見ていただいて、かつ Amazon で購入をいただいております。非常に嬉しい限りなんですが、それの進化モデルが今回23年モデルとして登場しておりますので、こちらのご紹介をいたします。まずこちらの特徴をお伝えしていきたいと思うんですが、こちらになります。PRD60 も非常にスッキリとしていて、ここにウォールがついていて配線が見えない形状になっていたんですけれども、今回のこの PRD51C というモデルは、ウォールはなくなっているんですけれども、配線が1本しかないという、さらにシンプルな設計になったというのが一つ、まず特徴になります。ちなみにこちらの線は、これまた別の製品の配線になるので関係ないんですけれども、これ1本のみになるということで、非常にスッキリとした見た目が一つ目の大きな特徴になります。さらにこちらを見ていただきますと、これが今回のフロントカメラと室内カメラになります。先ほどの配線はこちらの配線で、ここに伸びてきているタイプ C になります。この配線はリアカメラにもつながってます。こちらの配線は電源ケーブルにつながっているというものになっておりまして、今回のこの PRD51C は高圧ケーブルも付属しております。で、カメラのみならず GPS や G センサーも一つのユニットに集約されてますので、非常に見た目がシンプルで、すっきりとした取り付けができるようになっているというのが特徴になります。三つ目の特徴になりますが、こちら3カメタイプのカメラに生まれ変わったということになりまして、フロントカメラが 1440p、リアカメラが 1080p、室内カメラも 1080p という仕様のものになっていて、リアカメラはスモークガラスにも対応したものになっております。バージョンアップによってリアカメラの露出が少し上がっているということをお聞きしております。で、このドライブレコーダーはまずここをタップしていただくことによって切り替わります。で、今収録してますので、この収録を一度止めます。で、こちらのボタンを押していただきますと、こういった形で収録動画が見ることができます。すごくいいのは、この収録動画、ここフロント車内ディアとすごく見やすいですよね。今までのドライブレコーダーってどこに何があるのかっていうことがすごく分かりにくいドラレコもすごく多かった。サムネイルが表示してあっても、ただ表示してあるだけというドラレコが多かったりしたんですが、これは日付が書いてあって、時間もここで見れるようになってて、フロント車内ディアということで、すっきりとまとまっていて分かりやすい。で、ここを押していただくと、日付が選択できて、確認することが可能であると。非常に探しやすい、分かりやすい仕様のものになっております。で、こちらのカメラの解像度ということで、まずフロントカメラの解像度から見ていきたいと思います。こちらがフロントカメラになりますが、こちらは 1440p の 2K 相当になっております。非常に、まあ、くっきり高画質で高精細だということもお分かりいただけるんではないかなと思います。まず、HDR の補正機能がしっかりと働いていて、太陽光が光っていて眩しい状況ではあるんですけれども、白光りするようなこともなく、くっきりと前面が収録できているのがお分かりいただけるんではないかと思います。もはや画質に関しては
あまり気にする必要がなくなってきているというのも特徴として言えるんではないかと思います。次に、車内お見せしていきたいと思います。こちらは 1080p になっております。で、こちらのいいところというのは、車の左右側面、後方が映し出せるということになります。それによって、車の状況証拠がより一層収録することができるということが一つと、後ほどご紹介するんですが、駐車監視の時に非常に役に立ちます。駐車監視ですと、人間が座ってない状態になりますので、完全に車の窓ガラスから車の周囲の状態というのが収録することができるので、ドアパンチや車上荒らし、いたずら、そういったものを収録することができるということが非常に大きな特徴になっています。次にリアカメラになりますが、リアカメラは室内カメラ同様で 1080p になっております。今回バージョンアップによって少し露出が上がって明るくなっていると。スモークフィルム対応の仕様になっているということで、昼間はもちろんなんですけれども、非常にくっきりと鮮明で高画質で高精細であるということがお分かりいただけるんではないかと思います。後方カメラはどうしても暗くなりがちだということで不満に思ってらっしゃる方もいらっしゃると思いますし、こういったデジタルミラーですと後方カメラの映像をメインでデジタルミラーを使うケースがほとんどなので、どうしても後方の画質が悪くてストレスを感じていらっしゃった方も多かったかと思うんですが、これはそれを解消してくれるデジタルミラーになっております。次に夜間の収録動画をご紹介します。まずはフロント側から見ていきます。フロントカメラの収録動画になりますが、1440p という解像度なんですけれども、非常に高画質で高精細、かつ解像度が上がってしまうと映像自体が暗くなってしまうというドライブレコーダーがあったりするんですけれども、 2K に抑えてあって明るさもちょうどいいで、かつ WDR 機能も搭載しておりまして、光による白飛びや黒つぶれ、まあそういったものもなく、全体的に高画質で高精細に収録されているのがお分かりいただけるんではないかと思います。次に車内の収録動画になるんですけれども、ドライバーがかなり際立って映っているのがお分かりいただけると思います。まあその分外の状況というのが少し分かりにくいかなっていう気もするんですけれども、まあしっかり今車が来ましたけれども、しっかりと外の車の周りの状況も収録してくれるので、走行中も状況証拠として十分使える動画になっているということが言えるんではないかと思います。で、最後リアカメラになるんですけれども、このリアカメラは 1080p で、従来モデルに対してバージョンアップされたことによって露出が少し上がっているそうです。見ていただいてもわかると思うんですけれども、まあ、後ろ今車が来ましたが、全く暗いなっていう印象がありませんし、ヘッドライトが照らされることによって白飛びもほとんどありません。かつナンバープレートも認識できますし、周りの暗いところの黒つぶれもほとんどなく、全体的に高画質で高精細に収録されているのがお分かりいただけるんではないかと思います。四つ目の特徴なんですが、こちらズーム機能がついております。以前の PRD の61は段階別で拡大縮小ができました。このメインの画面でズームができずに、あらかじめ設定する必要があって2画面の操作だけだったんですけれども、今回になってからはもう手でスッと、特に何の設定もする必要もなく、スッと調整ができるということで、非常に大きな進化を遂げております。さらにこれ今リア視界だけなんですが、こちら、車内カメラももちろん、ズームができますし、前、このような形でズーム機能が使えると
いうことなので、後ろだけではなくて、3カメ、すべてのシーンで、ズーム機能が使えると。で、もちろんなんですけれども、上下、動かすことが可能にもなっておりますので、さらに、使いやすさにも磨きのかかったスマートミラーになっております。で、5番目になるんですけれども、5番目は、やはり起動速度が速いということになります。起動速度がどうしても遅いと、ストレスを感じる方もいらっしゃると思うので、実際にデモでご紹介をしていこうと思います。それでは今、スマホのストップウォッチを準備しましたんで、今エンジンを止めて、どのぐらいで起動するのかを測ってみたいと思います。で、この完全に止めた状態から計測をしていきたいと思います。いきます。はい。もう瞬時に立ち上がったのがお分かりいただけるんではないかと思います。周りのこういったモニター類と比較しても非常に素早くパッと起動してくれるのがお分かりいただけるんではないかと思います。特にエンジンかける前に何かこうぶつかられるといった、そういったケースももちろんあったりするわけなんですけれども、起動速度が速いことによって、そういった状況証拠も収録できるようになるということで、非常に長けたフォーミドのドライブレコーダーになっております。はい。で、最後なんですけれども、私も非常に重要視しております、駐車監視とタイムラプスです。こちらのご紹介を最後していきたいと思います。で、駐車監視の項目がこちらになります。で、こちらをタップして、で、駐車監視の衝撃検知、オンオフ、で、さらにタイムラプス録画間隔時間というものも設定ができます。これオフになりますと、単なる衝撃検知のみになります。で、こちらを設定することによって、タイムラプスで設定ができる。1秒とか、まあ、10秒おきとかあるんですけども、さらに 0.5 秒とか 0.2 秒とか間隔を詰めて収録するということもできるようになっています。で、さらにタイムラプス作動時間ということで、常時から48時間。で、タイムラプスを使う上で非常に重要なのが、こちらの車両バッテリーの電圧保護ということになるんですが、こちらは 12.2V から 11.8V と、その間で選べます。ちなみに、少し宣伝になってしまうんですが、駐車監視は車両バッテリーの電圧保護によってバッテリー上がりを防いでくれるんですが、これを下回ってしまうと、駐車監視の収録は停止してしまいます。その間、車のいたずら、車上荒らし、ドアパンチ等があった場合は収録されなくなりますので、その場合は、アイセルというサブバッテリーがありますので、まあ、そちらを使っていただけると、より長い時間、駐車監視、タイムラプス機能が使えますので、ご覧になってみてください。はい。で、こんな状態で設定ができるようになっています。で、次に駐車監視、収録の動画をご紹介します。で、ここでありがちなのが、駐車監視と運転している状態と動画が混ざっちゃってて、わかりにくいという場合があったりすると思うんですけれども、これはそういったことがありません。ちゃんと時刻を表示してくれてますんで、さらに、サムネイルが入ってますんで、どういったシーンで車を止めているのかっていうのが、目視上でしっかりと確認できるので、どこが駐車監視に入っているかっていうのもわかりやすい。まあ私の場合ですと、今回はこちらの月決めの駐車場に止めてますんで、こう暗くなっているところがこう駐車監視になっていると、まあ、いうことになります。で、先ほど冒頭でもご紹介したんですが、駐車監視がこちら見ていただくと、21時頃から収録が始まっています。で、23時まで、24日に関しては全て収録ができていて、25日、これが先ほどの続きになるんですけれども、
だいたい3時ぐらいまで収録ができていないといった状態です。これはバッテリーの電圧保護が働いてしまって 11.8V 以下になってしまったために、ここで駐車監視というものがストップしているということです。なので、さらにここさらにずっと継続して取りたいということなのであれば、アイセルというサブバッテリーが必要ということにもなります。今こちら駐車監視の映像になっております。でこちらの時刻を見ていただきますと、時間の流れが早くなっているのがお分かりいただけるのではないかと思います。タイムラプスを使うことによって、このような形で常に収録してくれるというメリットがありますので、車を守るということにおいては非常に役に立つ機能になっております。で、次に車内。車内があった方がいいよというお話をしたんですけれども、こういった周囲の状況をしっかりと収録してくれるということがメリットとして非常に大きくなります。特にこの駐車監視に関しては、車の周辺の状況をできるだけ多く状況証拠を残しておいた方が、何かあった時にも対応がしやすいということが言えると思いますので、そういった意味ではこの3カメタイプの車内カメラというのは必要です。かつ赤外線カメラになっておりますので、暗いところでもしっかりと状況証拠として残すことができるというところも非常に長けたところになっています。で、次にリアになります。で、こちらがリアカメラの収録動画になっております。リアカメラはバージョンアップによって少し露出が上がっているということで、この収録動画に関してはスモークフィルムを貼ってない、状態での収録になっております。車の動きであるとか光であるとか、そういったものはしっかりと捉えてくれるので、状況証拠としても十分使える動画になっているのではないかと思います。はい、ということで今回はこちらのポーミドからリリースされております、こちらのドライブレコーダー付きの12インチデジタルインナーミラー、こちらのご紹介をしてまいりました。 PRD60C もすごく気に入っていて使ってたんですけれども、こちらはもう何と言っても3カメタイプということで、とにかく3カメのドライブレコーダーが僕欲しいなってすごく思っておりました。なので駐車監視を意識してドライブレコーダーを導入したいと思ってらっしゃる方は、もう迷わずこちらの PRD の 51C がおすすめできるドライブレコーダーなのではないかなと思います。こちらの商品の詳細は概要欄の方に貼っておりますので、ぜひ新車を購入される方、私も2月ボクシーが納車されるんですけれども、このドライブレコーダーを使おうかなと思っております。ぜひこちら検討してみてください。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。